土岐市内のあるお宅。夕食の準備が進められていました。今日はカレーです。カレーを作ります。切った材料を鍋に入れ、塩で下味をつけると、そのまま蓋をして、なんと水を入れずに鍋を火にかけてしまいました。待つことおよそ1時間。蓋を開けると、そこにはたっぷりの水がぐつぐつと音を立てていました。あとはルーを入れるだけで完成です。いただきます。果たしてそのお味は。おいしい。普通のお鍋とは全然野菜の旨味が違いますね。水も使ってなくてこんなに作れるって本当自分でもびっくりです。この魔法のような鍋はセラキュートと名付けられた土鍋。価格はおよそ2万4000円と高額ながら、おととし11月に発売してからおよそ600個を売り上げました。今や注文から6ヶ月待ちという大ヒット商品です。人口およそ6万人の土岐市、陶磁器の生産量日本一を誇る焼き物の町です。美濃焼というブランドで様々な商品が作られています。この土岐市にセラキュートを製造する窯元、一山製陶所があります。会社の設立は1957年、従業員数23名。セラキュートの生みの親が設立者の孫にあたる専務の伊藤義樹さん、37歳です。一体なぜ水がなくてもカレーが作れるのか、製造工程を見せてもらいました。まずは鍋に使う土を練ります。アフリカジンバブエ産のペタライトという品種を混ぜています。耐熱性が高くてですね、沈みが出ないような、収縮が少ないような土を選んでおります。希少価値の高いものがありますので、一般のものよりもやっぱり高い。3割4割は違う。練った土を型に入れ、機械で鍋の本体を成形すると、蓋と接する面にガラスの板を押し当てました。そして1週間から10日間自然乾燥させます。乾燥するとどうしてもですね、縮んできますので、その縮む時にどうしても歪んでしまうので、それでガラス板の上に乗せることによって、縮んだ時に最小限の歪みに抑えると、最後の加工の部分でですね、ここは平らな部分が歪んでしまうとですね、うまく加工できないものですから。その後素焼きや本焼き、研磨などの工程を経て、およそ1ヶ月半かけて完成。その鍋は本体と蓋が接する面の歪みが極限までなくなっています。鍋にティッシュペーパーを入れ、水に沈める伊藤さん。するとどうでしょう。ティッシュペーパーが全く濡れていません。蓋と身のですね、本体の方ですね、密閉性がいいものですから、食材から出るですね、水分というか蒸発されると思うんですけども、それを逃がさないという形で中でまた循環して、また液体になって、無水調理ができると。東京でサラリーマン生活を送っていた伊藤さんは、一山製陶所を継ぐため11年前土岐市に戻りました。そこで美濃焼の危機を目にしたことをきっかけに、成功への分岐点に向かっていったのです。ターニングポイント。
僕が戻ってきた時に、まあ、かなり厳しい状況になっておりまして、まあ、発展産業ではなくてですね、やはり、まあ、どっちかといえば、まあ、衰退産業、ピークの時よりも約半数ぐらい、まあ、こういうメーカーさんが、まあ、倒産したり、まあ、廃業されたり、大量生産大量消費という時代がですね、まあ、終焉というか終わりつつあったところですね、さてどういうふうにですねこれからやっていこうかって考えた時に、まあ、数はまあ量産はできないんですけれども、まあ、付加価値の高い商品を作り続ければですね、まあ、生き残っていける、何度もまあ失敗繰り返しながらかなり自分としては自信を持った商品だったので、達成感はあったのは確か覚えておりますが、まあ、売れるかどうかっていうのはやっぱりこのやっぱ売り方っていうのもなかなかあると思いましたので、そこら辺はかなり不安の要素はありました。セラキュートの付加価値をどう伝えればいいのか、伊藤さんは悩み抜いた末にあることを思いつきます。セラキュートを使ったですレシピになります。知人にですね頼んでですね作っていただきました。やっぱり鍋だけですと、まあ、これの使い方とかですね、どういう、料理ができるのかっていうのがわからないと思いますので、いかに美味しい料理が簡単に作れるかを商品と合わせてアピールしたことで、注文から6ヶ月待ちという大ヒットにつなげたのです。2年以上かけて作った、まあ、この鍋の、まあ、苦労を吹っ飛ぶとセラキュートのヒットで再び上昇気流に乗る一山製糖所、伊藤さんの目は遥か先を見据えています。今お客さんの中にはですね、大体やっぱりこの美濃焼というのはですね、いいものということでですね、だいぶ認知もされてきていると思いますので、まあ、もう一度、まあ、美濃焼というのをですね、まずは全国に知らしめたいなと思っております。セラキュートというのをですね、日本だけじゃなくて世界の方に、まあ、ヨーロッパの方にですね輸出したいなと将来的には思ってますので。企業が新しい仕事を始める場合、まず新しい設備を導入しようと考えます。しかしそれでは利益を確保する前に大きな重荷を背負ってスタートすることになってしまいます。ご覧いただいた伊藤専務は、今ある設備、今ある技術、今ある人材から今何ができるのかを考えて、無理なく新たな挑戦をスタートしました。また料理研究家という身近な専門家にお願いして、優れた鍋というものから美味しい料理ということへとセールスポイントを転換したのです。環境の変化に適応しつつ原点に回帰する発想とたゆまぬ努力、そしてお客様視点の発想をしたことが成功への分岐点になったと言えるでしょう。